花園から世界へ。ジャパンの元気印、坂手敦史選手の花園。ベスト8になってベスト4をかけた五星実業との試合が一番印象に残ってます。大接戦の試合は坂手選手のトライで7点をリード。最後は坂手キャプテンが押し込んでいきました。その後はゴールラインを背負って必死のディフェンス。京都成章の壁は厚い。しかし試合終了間際のラストプレー、ペナルティートライで同点。抽選の結果次のステージには進めませんでした。まあ、悔しいのはもちろん悔しいですし、勝ってたらどうなってたんだろうっても思いますけど、そこからつながって今にこう至っていると思うとすごく大きな時間だったなと思いますね。チームとしてベスト8以上っていうとは出してますし、一番いい状態でその芝を踏めるようにしたいなというふうにすごく思ってますね。常にチャレンジ。